では騙されないためにはどうするか。まずは自分の心の隙を知ることです。ある教室に通う人たちに心理テストを受けてもらいました。日頃の行動や意識について3段階でチェック。意見が合わないときは相手に譲ることが多い。待ち合わせに遅れる人を待つのは苦手など、25の問いに答えます。このテストで浮かび上がる心の弱点は次の6つ。まさかの心構えが足りない、ストレスへの抵抗力が弱い、幾何学的に考えがち、誠実すぎる、権威に弱い、集団に影響されやすいです。なるほど。幾何学的ってどういうことですか？はい、本来は根拠の薄い話でも相手にこうドラマチックに説明されると簡単に信じてしまうといった傾向です。さて皆さんの結果です。隙があるので注意が必要という判定が出た人は13人中11人でした。こちらでもほとんど全員ですね。多いですね。一つ一つ日常やってることばっかりですねもうちょっと自分の意思を、脳はしっかり見えるようにしなきゃいけないのかなと思いますね。気をつけます好きなようになるべく落ち着いてゆっくり判断するということを心がけて。テストによって自覚をしたら